はい、よろしくお願いします。本日はですね、かくれんぼをしていきたいと思うんですけども、まあ、せっかくだし、なんかいい隠れポイントっていうのをみんなにね教えてあげようかなと思って、絶対にバレないようなどこに隠れたろうっていう計画なので、見守っててください。バレないように、誰にもバレない、鬼にバレないとこ見つけたので、そこ隠れていきます。まず最初にね、こうやって塗って鬼の目を散らすんですよ。あそこにうなちゃん隠れてんのかなみたいな、どこに隠れてんだろうなって思わすために、あえてこうやっておく。みんなここ、早く鬼来るから、よしここバレないから、みんなここバレないから。残り時間2分30秒ね、鬼が探してくると思うんですけど、絶対にここは素通りすると思います。ここは絶対にバレないとこだと思うので、仲間のイカちゃん呼びました。 100% いや 120% いや 1億% 絶対バレないと思うので、やばい、めっちゃ怖い。しかもさ、ちょっと上向いて撃ってるじゃん、これ目線合いそうじゃない？目が合いそう。怖いよ、頑張って撃っとるよ。すごい、バレないんじゃね？やべえ、やばいあはははははは、怖い、やめて、あ、目あったかもしんない、うおぉ、待って、え、バレた、あ、うおぉ、危ねえ、今バレたと思ったんだけど、え、すごい、だってガチでさ、ごめんね、なんかちょっとふざけてたんだよちょっとうなちゃん、それはやりすぎじゃないみたいな、ちょっとふざけてたんだけど、これ大丈夫なんか、一人ならわかるけど、このちょっとはみ出てるぞ俺たち、上のはみ出てるぞ。あと1分ねえ、あっちっと、これ帰ってこなかったら勝ちなんだけど、いいの、なんかお前ふざけてただけ、え、あ、やばい、持ってきた、やばい、言ってくる場合じゃん、みんな静かに喋るとバレちゃうから、静かに、あっち気になってる、うわっナイス、鬼間抜けやな結構綺麗に塗ってるね、鬼まぬけや、鬼まぬけや、これナイスナイス、こっちだよ、鬼こっちだよ、見て悲しそうな顔してる、めっちゃ悲しそうな顔してるやん、見てこの顔めっちゃ睨んでた